はい、どうも皆さんこんにちは。スコスコのシロです。今回は機械技師のランク戦解説していこうと思います。マップは軍事工場です。小屋奥に初手は空いたので小屋の方にロゴ出して見に行くんですけど、小屋の方に2人いたのでこの暗号機は諦めてカラスの暗号機回そうかなと思ったんですけど、まあ義手本体でカラスの暗号機回したいなっていう風に思ってて、3枚との暗号機にじゃあロボットやろうかなってことでロボットやってます。占い師のチェイスコースと見事に被ってしまいまして、でここでおとなしく退散してカラスのね方の暗号機をじゃあロボットで回そうっていうことで、まあちょっとここ暗号機遅れちゃってますね、やってます。でロボットは基本的に自分がまあ向いてる位置ですかね、本体と同じ向きにしておくとすごい操作がやりやすいです。でここ占い師は結構早めに死んでしまったんで、まあ、なるべく味方が早ければ早いほど義士が初手に行った方がいいですね。義士初手の利点としてはまあその DD してももしダウン取られてもロゴで回せるので全然大丈夫っていうので、まあ、最後まで壁ができてチェイスが伸びるっていうのがね利点なので、味方がまあ即死だったならファースト行ってあげてなるべく壁をしてあげるっていうのが理想的になりますね。でここでオフェンス一発もらっちゃったんですけど、そのうちに裏から救助できて、ここ自分ワープ警戒してますけどどこにワープするのかなって見て、でそっち方向だったんでこれまだ大丈夫かなと思ってロボいじるんですけど、ちょっと急行で抜かされちゃってここ占い師トンネルされちゃいますね。ここちょっとミスりました。でロボもバチっちゃって、でここなんですけどオフェンスがおそらく超高心回復もらってるんだろうなってことで飛ばせないようにみんなりさせてるんですけど、こう相手瞬間移動してオフェンスダウン取られちゃうんですよね。なんでもう一回義士が行ってあげて、でどっちにしろ超高心が絶対オフェンスを回復するはずなんで、その時間は絶対に稼がないといけないんですよ。なんでここで壁をゴリゴリしてあげて味方が立て直す時間をここで稼ぐのが必要だなって感じですね。でここで壁しながら、まあ、ロボットもね充電見ながら解読も進めてあげてっていう感じです。でここでまあ補助の進めポイントなんですけど、ここに立ってるだけであとは絶対に通れないんで、この真ん中に立ってあげると確定で通せんぼができるのでおすすめです。でここで、まあ、最後まで日課すると暗号機がまだ残り4台で全然回っていない状況なので、でタゲチェンされてじゃあ義士が釣られてっていう状況になったとしてもかなり辛い状況になってしまうので、ここはオフェンスもねそろそろフル回できるだろうなーっていうふうに思って、一回機械技師は解読の方に回ります。残り4台で開くがオフェンス、まあおそらく 2,3 割だろうなーって思いつつ、ここから、まあ、機械技師が2台と調合師が2台上げて粘着すれば一応勝ちは、まあもうかなり厳しいですけどねこの状況だと、まあ分けを取るムーブになってしまうんですけど、まあ頑張りたいなーっていう感じですね。まあオフェンスも興奮じゃないこと分かってて全然粘着できると思うので、ここ頑張りたいなっていう感じです。で開きの暗号機本体で回して超高心なるべく早く小屋とかの暗号機行ってほしいなと思ったんですけど、まあ、開きもジャストで上がるみたいだったんで、まあ、開きも補助もいらず3枚か回してたんですけど、まあ、ここも本体この負傷数じゃ上がりきらないので、まあ、ここは本体も肉壁か、まあ、今オフェンスダウンしたんでちょうどオフェンスの回復ですねに行ってあげるって感じで、瞬間移動で警戒するんですけども、ここは違くて、まあ、占い師2匹目を使ってくれて、ここからチェスが伸びていくかなっていう感じで、でオフェンスまだボール使い切ってないだろうなっていうふうには思ってたんで、ただオフェンス起こすこと最優先で、オフェンスを起こしてまあ壁できれば最高だなって感じです。でここで開きのロボットもまあ回復しながらもう回ってしててみる。でここワープ戻ったんですけど、ファイスアタック入れてくれて、まだ MA できますね。で、こう相手ステイン上手くて、占い師さん引っかかっちゃうんですけど、まあこれはうまく左右の力で、なんとかできて、で、もう一回信号大きくなったんで、ここ、壁に入ってあげます。これ多分、窓枠入っちゃうんじゃないかな、恐怖で。で、まあ相手球根使ってもわかんなくて、信号してまだ占い師追われてんのかなって思ってて、
ロボット先に行くよって言ってあげたら、まさかの白クムジョが来て、でこれ本来もこれつけちゃったんですけど、人も先に行くよって言ってちょっと打っちゃったら分かるんで打ってなくて、これ家族にロボが壊されたタイミングで解読して4通電というふうになります。あの状況から4通電持っていくだけでも結構まあ頑張ったんじゃないかなっていう感じで、でまあ白クルマ女なんで4通電からも警戒して、ロボットもない機械技師なんでこれ結構4通電後も、まあ、分け合いて通るのワンチャンあるかなっていう感じで警戒しつつ、まあ、小屋に寄ってるんですけど、まあ相手が飛んでくるのも警戒してますね。これは早く逃げてって撃たれたんで、なるべく中央に寄ってやったんですけど、もうオフェンスダウンして、でまあ調光師開けに行くんですけど、相手が瞬間移動なんで、ここで調光師のゲートの方に瞬間移動してきて、調光師がチェイスに入る。で占い師も中間待機してたみたいで、占い師が今から工場ゲートを開けに行きますね。でそれで自分はオフェンスを起こしてあげて、まあ、調光師が粘ってくれればこっち側でもう3逃げできるかなっていう感じです。結構調光師がね粘ってくれて、ここで回復取り付くまで粘ってくれるのかなりいいですね。でここで調光師がダウンして、自分、まあ、ゲートに寄らずに寄るんですけど、真ん中の方に。でも調光師つって月白無常なんで、まあ飛んできても最悪間に合うかなってことで、もうゲート寄っちゃって、で占い師も寸止め完了っていう風にするのも分かんないなってことで、ここで相手3人逃げて GG でございます。ありがとうございました。ご視聴いただき誠にありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価お願いします。また、このチューブの他の動画もぜひ見てくださいね。それではまた次回の動画で。